事業振興課でございます。長崎県製造業物価高騰対策支援事業費補助金、物価高騰対策タイプについてご説明いたします。この補助金では、物価高騰の影響を受けている製造業者による生産性向上のための研究開発、設備投資などを支援します。対象経費は、研究開発費、設備投資費、生産性効率化経費、販路開拓費の4区分に分かれ、販路開拓費はその他3区分のうち、いずれかと合わせて実施する場合のみ対象となります。例えば、新たな機械設備を導入し、生産効率を上げようとする場合や、新製品開発にかかる原材料費や試作・検査費用に活用できます。ただし、補助対象経費については、原則として令和6年12月27日までに発注、納入、支払い等の手続きを完了する必要があります。補助率は3分の2、補助上限額は100万円、下限は30万円です。認定要件に記載の通り、雇用維持計画の策定が必要です。また、常時雇用している労働者のうち、最も低い方の賃金単価を46円以上上げる計画の策定、または NP 課認証取得のいずれかが必要となります。現在申請受付中で、受付期間は5月31日までとなっておりますので、応募をご検討ください。以上で、長崎県製造業物価高騰対策支援事業費補助金、物価高騰対策タイプの説明を終わります。ありがとうございました。